おまけ。どうも、寿司ラーメンリクです。このチキンさんね、押すとめっちゃ叫ぶんですけど、この状態にするとね、この状態のチキンさんとんでもなくうるさいんですよ。でね、思ったんだけど、車ってエンジンかけると後ろの排気口みたいなとこから空気が出るんですよ。でね、そこにね、こいつをぶっ刺してしまえば、エンジンかければこいつが全力で叫ぶ車になるんじゃないかなと思って、いやもうさぞかしうるさいだろうね。じゃあね、早速こいつを車に刺すとどんな感じになるのかやっていこうと思います。シャイクで一応3人いるということでね、軽トラの後ろにやってきたんですけど、ここにね、このチキンをぶっ刺して、おお、すごいぴったりだ。あ、もうこのために作られてますよみたいな。ぴったりすぎだろ。落ちた。あ、やばい、なんか接合部分が見えなくなって、規制のかかったアニメみたいになって。失礼しまーす。失礼しまーす。これ大丈夫かな、これ車爆発すんじゃないの。一回止めて、やばい。これ3個でやってみよう。じゃあね、続きましてチキンたちのやる気を3倍でやっていこうと思います。かっこいい、かっこいいですね。よし、できます。うるせえ、うるせえ、二度見だよね。二度見するわ。